日本史探求の分析第3回です。今回は金世を扱ってみましょう。山川出版社の小説日本史日本史探求版を分析してみました。全体を通じて、金世の江戸時代、大きな変更点というのは見当たりませんでした。ただそんな中で、今流行りのテーマと言ってもいい、ジェンダーについて。 すなわち、金世における女性の地位に関連する新しい内容が3点加わっておりましたので、その部分をですね、今回は分析してみたいと思います。では早速見ていきましょう。はいえー、それではまず変更点の一つ目です。これはね、18世紀後半の教法の改革後のところ。ここに注目をしてください。 さあ、えー、タイトルなんですが、社会の変容の部分ですね。競、え、歩、ー、の改革後、18世紀後半は爆破体制にとって大きな曲がり角となります。競歩の改革における年貢増調策、そして、えー、その後の基金の連続というのは、これは、えー、農村を解体させ、農民の改装文化が進展していくことになりましたよね。この注略している部分では、 そうした農村の解体について触れられておりまして、例えば百姓一揆が増加した話だとか、あとは農村の内部の連帯感がなくなって、村方騒動なんていうものも起こったんだと。そして、えー、仮想農民たちが一部、都市に流れ込んできて、都市仮想民になっていくっていう話が、この次の段落のところにまとめられているんですよね。 えー、したがって、え、山都や城下町の町人地中心部では、家持ち町人が減少する一方で、えー、家を持たない地狩りや棚狩り、そして商家奉公人らによって占められていたんだと。この都市人口の多くが仮想民であったというところに注目してくださいね。と、めちゃくちゃ細かい話なんですが、山川の小説日本史って、この日本史探求前の、改定前はですね、 あの、身分としては、武士身分、百姓身分、そして、家持町人っていう、こういう表現をしていたんですが、この日本史探求では、武士百姓町人という、このスッキリとした言い方に、もう一回戻されて、その中でも今回は家持町人の数が減少しているというふうに注目しております。そして、仮想民は裏長屋だとか、バスへで生活をし、 そして、ボテ振り、費用稼ぎなどの雑業に従事して生活をしていたわけなんですね。えそして最後ね、物価上昇とか基金災害の時には、えー、都市創上である打ち壊しが増加することにつながっていきました。さあ、この部分、日本史探究ではどのように、えー、書かれているんでしょうか。いつも通り、青い部分が変更点です。まあ、細かな、 5句のこの変更点は置いときまして、えー、中の2を含む部分を見てください。えー、都市仮想民の仕事として、ボテ振り費用稼ぎ以外に、賃仕事っていう言葉が、これが、えー、加えられております。すいません、中の2番も変更点でした。青だと思ってください、これもね。 女性が家にいて行う賃金稼ぎのことで、洗濯、裁縫、髪結い、加工など様々であったと。この都市仮想民の中にはやはり女性も多く含まれていて、彼女たちもこういった仕事に従事していたことに注目しているわけなんですね。はい、その上で、次の段落に注目です。これが丸ごと付け加えられたところですね。はい、これは、 えー、生産業である遊郭の話なんですよ。この遊郭に関するテーマっていうのは、山川の小説日本史以外にも、実況出版の日本史 B でも一つ大きなテーマとして加わった要素なので、2025年入試では、かなり大きく扱われることになるんではないかと予想されますよね。読んでみると、山都や長崎では、 17世紀前半に幕府公認の遊郭が作られました。まあ、具体的には、例えば、江戸の吉原だとか、あとは京都は島原、大阪の新町、そして長崎は外国人向けに丸山っていう、こういう遊郭街のようなものがあったんですよね。はい。で、幕府がこれを公認していたっていうのは一体どういうことなのか。まあ、続きを読んでみると、 友女たちは貧し,貧しい生活や都市仮想民の出身者でした。一年契約というよりは5年10年の長期契約によって彼女のたちのこの生活とか人生そのものを奪ってしまうわけなんですよね。はい。そして多くの城下町や門前町、宿場町、港町などで料理茶屋や旗小屋の中にも類似の影響を行う者がいたと。このあたりが幕府が公認していたっていうところのヒントにもなっているんですよ。 すなわち、これは旅行者を目当てとして、えーまあ、稼ぐことができると。で、その営業税なんていうものを納めさせれば、これは幕府にとっても収入の増加につながるんだと。いった点から、幕府はこういった遊郭というものを公認していたのではないかと考えることができます。ところが、中の3番を見てください。1872年、明治政府は遊女たちの解散を命じました。 この解散令は実効性には乏しかったようで、まあ、水面下においてこうした誘閣というのは残り続けるんですよね。こうした売春に反対する運動を展開していったのが、明治末期に登場するキリスト教婦人教風会です。教風会に関しては、確か実況出版などではすでにもう扱われていたものなんですが、まあ、そこにつながるような内容が今回、 追加されているといったところなんでしょうかね。で最終的には戦後になって、ようやく1956年、売春防止法が制定されることになるわけなんです。さあ、続いて2つ目の変更点なんですが、まあ2つ目3つ目ともにですね、これ新たに人物にスポットが当てられているんですよね。一体どのような人物なんでしょうか はい。えー、これね、文化史のところでしょうか。18世紀の初めの教法期に活躍した、まあ、思想家と言ってもいいんでしょうか。あの、京都の町人の石田梅岩。進学を起こしました。石田梅岩はしっかりと道徳を学び、えー、そして儒教というものを学ぶことによって、商人たちの商業活動というものは、えー、肯定すべきであると。えー、確かこういう立場を取りましたよね。 町人を中心とする庶民の生活倫理を優しく説いたと。えー、そして彼の教えは、弟子の手島と安や中沢道にらによって全国に広められていきました。18世紀の半ばになると、今度は、爆藩体制が行き詰まる中で、封建社会を根本から批判し、改めようとする意見が現れてきます。まあ、江戸時代後半というと、やはり爆藩体制の行き詰まりを背景に、 え、批判的な精神というものが、え、こういうのが広がっていきますからね。そんな中で、六八戸の医者であった安藤昭益は、自然親栄道を表して、え、万人直行の生活を自然の世の理想とし、え、身分社会を鋭く批判したことが書かれております。で、今回この日本史探求においては、この安藤昭益の後に、もう一人人物が追加されているというところに注目をしましょう。 はい、えー。それでは分析をしていきます。それ以前の内容の部分は、まあ、細かいところで、石田梅岩の進学っていうのを、石門進学という新しい言葉で表現している点に注目しておけば、あとは、えー、この安藤正域の下りは、これはもう言い,言い回しが少し変わった程度なんで、あまりこう気にする必要はありません。ただ最後の部分ですね。はい。また、工藤平介の娘。 ただの幕図は、国学の儒学批判にも学びながら、男女の最地の平等を主張したと。さあ、工藤平介というと、あの、赤絵戸風雪港を表して、田沼意継ぐに提出した人ですよね。絵戸地なんかにおいて、密貿易が行われている。 こうした密貿易っていうものが行われている現状を見ると、しっかりとエゾ地を開発して、最悪ロシアとの交易なんていうものを認めるべきではないかっていう、こう革新的なことを述べた人物です。田沼はそれを受け入れて、エゾ地開発を進めていこうとしましたが、一方で保守的な松平定信は、それはかえって日本に危機をもたらすという考え方から、エゾ地開発をストップしてしまいましたよね。 一方でこの娘のただのマクズという女性は、これお母さんの影響だったらしいんですが、幼い頃から和歌とかね、えー、あとは国文学とか、えー、こういうものに、こう、引い出ていた女性だったみたいなんですよ。彼女の代表作が、一人考えっていう、こういう作品があるんですよね。その中で男女平等な社会を築いていくことが、理想なんだっていうことを彼女は述べるんですよ。 まあ当時はやはり儒教的な教えっていうのが強い中で、えー、儒教の教えの中ではこう女性っていうのは家を守るべきなんだみたいな、えー、こういう考え方が強かったんですが、そんな中で女性がもっと社会に進出していくっていうところを彼女は理想としたと。こうした女性の社会進出は大正期以降にね、特こう唱えられていくようなものなんですが、早くもこの江戸時代にその先駆者的な人物がいたんだっていうところで、今回探求では扱われているんじゃないでしょうかね。 はい。そして、あと、もう一人です。えー、火星文化のところでしょうかね。火星文化の学問思想の動きのところに注目をしてください。はい。えー、っと、18世紀の末頃から表面化した爆犯体制の動揺という現実を直視し、これ、どのように克服すべきかということで、様々な政治や社会の批判的な思想っていうのがこう広がっていく時期なんですよね。 法暦天命文化期以上にですね、家政文化期はこういった動きが見られるようになっていきます。そんな中で、国学に注目をしましょう。さっきの法暦天命文化期は、鴨モノ淵や元織ノ長によって、まあ、国学というのが体制されました。で、その考えをこう民衆たちに広げていこうとするのが、この家政文化期で、あの、平田厚種という、元織ノ長の没後の門人ですよね。え彼が、 復古神道というような形で、えー、独自の考えを宗教化して、これを広めていくわけなんです。で、厚種の死後も弟子たちの手で、特に中部地方や関東で、武士や豪能神職に、この復古神道というのが広まっていき、幕末には内外の危機的状況の中で、えー、現実の政治を動かす思想として発展したことが述べられておりますね。で、次の段落は、 えー、この平田さんの影響を受けた平田派の門人たちの活動について、えー、まとめられており、この中略部分なんかは、あの、伊能忠敬についてね、えー、ピックアップされておりました。で、中の一番を見ると、幕末期には、この信濃の国の松尾多瀬子のような女性の運動家も生まれたと。国学者の中には、 女性もいて、彼女は特に幕末に活躍して、幕末の志士たちと、えー、活動して、えー、幕末に活動した勤農家ということで知られるわけなんですよね。これを保管するような形で、はい、日本史探求ではもう一人女性が扱われてるんですよね。それがこちらです。はい、国学のところに注目をしてください。えー、っと、段落が一つ、最後ね、加わっております。この部分。 19世紀の初めから幕末期にかけて民衆宗教が生まれて多くの信者を得ました。さあ、民衆宗教って言えば黒ずみ教、天理教、根光教と。これいつもの3点セットですよね。そんな中で、天理教の中山美希というのが女性であったっていうところに注目をしてください。で、彼女ともう一人女性追加しようと。それがね、 この藤自動というのを広めた松下千代という女性がいます。彼女もまた松尾多瀬子と同じく、シナノを中心に活躍した女性なんだよね。この藤自動っていうのは一体何なのかっていうと、はい、これは、ここを読みましょう。藤自動では男女の平等を説く教えも見られたと。 やはりこれまた、江戸時代のこの19世紀の前半あたりに、男女平等の社会を唱えていた女性がいたわけなんですよ。これ、ね、現代の問題にも通じるところがあって、今はなかなかこの男だけでこう家を切り盛りするのがまあかなりし厳しいので、えっと、お父さんとお母さんの両方ともが夫婦ともに働くことによって、なんとか家の存続っていうものを図っていこうとするじゃないですか。 で当時も同様に、えー、男女和合という、男女平等の教えというものを、これを広めていくことによって、家の存続というものを図っていこうとしたみたいなんですね。ということで、この中部地方を中心に活動した、まあ、女性たちが、えー、こういった思想に大きな影響を与えたというところに、えー、探求では注目しているわけなんですね。はい。といった形で、えー、今回、この金星、 の女性というのをテーマにして、日本史探求で新たに追加された項目について分析してみました。今回のテーマはここまでです。